前です。さあ、いよいよ塗っていきます。前回見ましたけども、一番遠いところと言いますね、一番遠いところは空ですね。空を塗って、そして遠くの山を塗って、そして本殿の瓦屋根を塗っていきます。もう少し進むかもわかりませんけども、楽しみにしていてください。ではスタート。はい、100均で買った水差しですね。水はですね、できるだけこうで切ってください。よく切ってくださいね。そしてこの遠くの空から塗ってみましょう。さあという感じですね。色鉛筆を溶かすイメージで塗ってください。こういう感じですね。そして何度も何度もこれは筆を洗ってください。水を切って、そして今度はこの山、遠くの山を塗ります。これもですね、一番遠くはこの頂上ですね。この辺もですね、点々点って感じですね。溶かすような感じで塗ります。そしてこの屋根の際ですね、一番大事な屋根の際、また下の濃いのをですね、ちょんちょんちょんと上の方にまた持っていきます。そしてこのぐらいでも止めときますね。そしてまたよく洗ってですね、よく洗うことが大事ですね。そして次はこちらの瓦屋根ですね。今でも非常に綺麗なんですけども、水を置く感じでやります。まあ、ちょっと濃いところが乗っかったので、もう一度洗います。ここもですね、ここで薄い方から持ってきましたけど、こちらもですね、この辺の薄い方からですね、徐々にこう濃いところに持っていくっていう感じですね。しまた洗って、薄いとこから濃いところに、そうするとですね、この辺影のようになりますね。常にですね、この水をきれいにする、そして常に筆を洗うというところが大事です。そして垂れないように筆先の水を落とす、これが基本です。そしてこの一番奥ですね、ここを塗ってみましょう。本当にちょんちょんちょんという感じで乗せるイメージで大丈夫です。また洗います。そして本殿の中の木の部分ですね、こういう感じですね。そしてまた洗います。そして本殿の向かうこのアプローチをちょっとだけこう塗っときますね。そしてまた洗います。本当に何度も何度も洗ってください。そして次はこのガラス、いきましょうか。ガラスいきますね。ここも薄い方からですね、
濃い方に伸ばしてください。こう見るとですね、ちょっと変になったかなってあるんですけども、気にしないでどん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 塗っていってください。ここちょっと薄いですけども、後で足しますね。そしてまた。はい。そして本殿の屋根を支える梁ですね。梁を塗って。ここの窓の下の板ですね、これもちょっと薄い方からこう塗ってください。そして濃い方をちょんちょんちょんとまた元に戻す感じでつけますね。この石垣ですね、ここはですね非常に細かいので、もうちょん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 だけですね。ここで止めときます。ちょんちょんですね。はい、次にですね、この辺の木ですね、薄い上の方からですね、ここはこう円を描く感じで水を置いていってみてください。こういう感じですね。そしてまた洗ってこちらの方も薄いとこから濃いところに降りていくと。ちょっとこう気になりますね。溶かしましょう。こんな感じですね。はい、少しですね、この窓の、色がですね足らなかったのでですね、もう少し、黒と焦げ茶を足していきたいと思います。このようにですね、実際失敗したなとか、こうすればよかったなとかありますけども、どん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 足せますので、修正できますので、本当に気楽にですね、色を楽しんでください。ついでにこの辺がちょっとまだ濡れていませんので、ちょっと塗っときましょう。この辺もまだ濡れてないですね。これも回転しながら、こういう回転で塗っています。片手で
撮影しながらしてますので紙が動きますね。はい、引き続きですね、こちらの窓をですね、補足したいと思います。本当に置く感じですね。ちょん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 と置く感じで十分です。そして濃い色が出てきたらですね、端っこに置いてやってください。真ん中はできるだけ、まあ、薄い色を残す感じですね。こう上の方に追いやると、で次にここの階段ですね。階段をまた薄い方から濃い方に追いやってください。そして次がこちらの灯籠とかですね。この辺はサブですので水を置くだけで大丈夫です。本当に頻繁に水洗いますね。あと提灯ですね。提灯もまあこれは白なのでほとんど分かりませんね。そして周りの緑、先ほど足したところをもう一度やりましょうか。これも円形ですね。こうくる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 ような感じですね。くる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 という感じで色を置いていってください。はいはい、こんな感じですね。ちょっともう少しこの青を効かせたいなと思いますので、水色よりも若干濃い青を乗せていきます。本当に少しですね。この青をですねグッと乗せることによってこの鳥居がまた浮き上がってきますので、そしてこの青を全体はこんな感じですね。今日はこのぐらいにしときます。はい、このような仕上がりですね。非常に空気感が出てきたかなと思うんですね。画面上でですね、最初の色鉛筆の時とそんなに変わってないように見えるかもしれませんけども、このふわーっとした感じが、このぼかしから、出るかなと思いますね。あとですね、ここちょっと塗りすぎたなとか、濃すぎたなという時でもですね、まあ、よく筆を洗って色を取るっていう手法もありますので、あとその辺もですね、ちょっと部分部分でですねちょっと別の動画で、お届けしたいなと思います。なかなか楽しいですよ。皆さんもぜひやってみてください。もしこの動画が良かったなってことは、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。